はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女復唱解説あやめやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで本日ですね、アップデートで実装されました、MR アバあやめですね。早速見ていきましょう。初めてなんで人物紹介だけ見ておきましょう。新年を迎え、いつもあちこちを忙しく飛び回るあやめは、初夢の日に美しい夢をたっぷり食べた。満足した彼女はこたつに潜り込んで寝てしまった。目が覚めると足がしびれて動けなくなっても、うんと手を伸ばしてこたつに置いてあった食べかけのみかんを取ろうとした。まだ食べられますということですね。はい、ということで、あやめは帽子で和の陣営となっています。そして専属武器、新鋭セットだけ見ておきましょう。あやめ専属ステータス、根基地がレベル ×260、攻撃力が 18%、防御貫通が900となっています。パッシブ全部出しておきましょう。そしてパッシブスキル、最大 HP が 48%、防御力がレベル ×220、自身の防御力によって敵の知力ダメージを減少。こちら神髄共鳴スキルですね。そして2番目、状態異常耐性が 110%、 物理会心ダメージ耐性が 50% 増加。そして神髄共鳴スキル、知力値によって敵の筋力ダメージを減少ですね。そして3番目、攻撃力が 54%、 知力値がレベル ×340。 最後、体力値がレベル ×300、 砲術防御貫通がレベル ×12 となっています。ということで、まあ、面白そうなのが状態異常耐性 110% ですね。とうとう 100% を超えてきました。まあ今はね、状態異常にかける、割合っていうのがね、割合というか、まあ耐性みたいなのがね、今入ってきてて、まあ 110% あっても、そこを下げられてかかってしまう可能性もあるんで、まあこれは 110% あれば、まあまあ多少安心できるかなっていうところ、まあそれでもまだ、ね、かかる確率っていうのはありますけど、まあ基本的には 110% あれば、まあかわしてくるというところですね。まああと奥義とかでね、ここが下がったりするので、下がったりというか相手によって下げられたりするので、うん、まあこの辺はまあ 110% あればちょっと安心できるかなっていうぐらいですね。そして、まあ知力値はあっていいでしょう。で、体力値も非常にレベル ×300 と高い数字、もらっています。で、砲術防御貫通に防御貫通ですね。ダブル貫通ついています。そして防御力があるので、防御パッシブがあるので、まあ多少なりとも固めにはできていますね。そしてあとは根基地か。まあ根基地がまあ、まあ死んではいないですけど、まあ相手のね、クリティカル発生率を抑えるという役割が一応あるんではあるんですけど、やっぱ副将によってはね、確実に出してくる、副将とかもいますし、まあなかなか活躍の場は少ないステータスパッシブになってるかなと思いますね。あとは物理会心ダメージ耐性かな。まあこれはいいでしょう。まあかなり有能です。そしてあとは神髄共鳴スキルですね。まず1番目の防御力によって敵の知力ダメージを減少。まあこちらが割合なんですよね。まあなので割合ダメージなのでかなり減少させてくれますが、知力ダメージを減少なのがまあちょっと残念かなと。帽子で今 MR でまあ強いのってネロとか砲塔ぐらいしかいなくて、まあこことぶつからない限りは知力ダメージ基本的にはそこまで強力なの打ってこないっていうところで、今のところピンポイントになりつつあるかなっていうところですね、知力ダメージね。そして2番目の筋力ダメージ、まあどっちかっていうとやっぱり皆さん武将を育てていると思うんで、こっちの方が多くはなるんですが、こっちがなんと固定減少値なんですよね。知力値 ×2 っていう固定減少なので、まあ、ちょっとこっちが残念かな。固定値はあんまり期待できないので、やっぱ割合の方がたくさん減少させてくれるので、そう考えると、まあ、ちょっと筋力ダメが固定値になっているのが残念なところかなっていうイメージ、印象ですね。なので、まあ、いい、状態異常耐性 110% とか、物理会心ダメージ耐性とか、いいものもあるんですけど、まあ、根基地とか、まあ、あとは神髄共鳴スキルの固定値の部分ですよね。で、せっかく割合の方があるのに、まあ、それが知力ダメージ減少だったりとか、まあ、ちょっと残念なところも目につくし、あ、いいなって思うところもあるようなパッシブの並びになってるなっていう気がします。そしてアクティブスキル。
体力値が最も高い味方4名のデバフ状態と罪悪状態をそれぞれ1つ解除し、2ターンの間、ミム生後状態にさせ、物理会心ダメージと砲術会心ダメージが 20% 増加し、ダメージを受けた後、ダメージが0の場合も含む。自身の残り HP が 50% より低い場合、減少分 60% の HP を回復。効果発動後、ミム生後状態が解除。同時に4ターンの間、その味方4名を死直、生後状態にさせるということですね。ということで、まあ、攻撃はしないスキル1ですね。で、上から見ていくと、まず体力値サーチなんですよね。これが面白いなと思うんですけど、体力値が最も高い味方4名のデバフ状態と罪悪状態をそれぞれ1つ解除しますということですよね。なので、まず無条件で、一応サーチはありますけど、まあ、このサーチに引っかかれば、無条件でデバフ状態と罪悪状態、それぞれ1つ解除してくれます。それぞれ1つなので、まあ、どっちもかかっていれば2つとも解除してくれますということですね。そして2ターンの間、これは新しい聖護になります。ミム聖護。まあ本当は何て読むのかわかりませんが、今はミムと呼んでおきましょう。状態にさせ、物理会心ダメージと砲術会心ダメージが 20% 増加し、ダメージを受けた後、ダメージが0の場合も含む。自身の残り HP が 50% より低い場合、減少分 60% の HP を回復。効果発動後、ミム聖護状態が解除ということです。まあ、新しい聖護状態なんですが、まず、物理会心ダメージと砲術会心ダメージが 20% 増加しますというところで、火力アップが多少なりとも気持ちついています。ですが、まあ、これはもちろん、クリティカルが会心ダメージを出して初めて役に立つ。ところにもなるので、これ副賞を選びますねっていうところですね。クリティカルを、まあ、そんな高い確率で出す副賞じゃない場合は、まあ、ここは死んでしまいますしっていうところになってきちゃいますんで、まあ、ここは副賞を選ぶかな。普通に攻撃力何パーセント、何十パーセントアップとかの方が万能で使い勝手はいいと思います。なので、まあ、今回は会心ダメージ。まあ、一応、砲術会心ダメージの方も上がるので、まあ、防止にも適用されるんですが、まあ、ただここは確実にクリティカルを出す項を対象に選んだ方がいいのかなと思いますね。まあ、その辺の組み合わせで使うのがいいのかなと思います。で、そしてダメージを受けた後ですね、ダメージが0の場合も含む。なので、まあ、これはいろんなダメージ含みます。まあ、例えば反射ダメージとかね、そういうのも含みますね。自身の残り HP が 50% より低い場合、減少分 60% の HP を回復しますと。効果発動後、ミム生後状態が解除。なので、自分の HP が 50% より低い場合に発動しますという効果ですね。で、受けたダメージの減少分 60% の HP を回復しますと。まあ、6割減にしてくれるってことですね。その代わり、この効果を発動させてしまうと、ミム生後状態が解除されますということなんで、まあ、この、効果発動したら解除するみたいなところは、まあ、アップデート情報の時にも言いましたが、まあ、祝福にちょっと似てるなっていうイメージですね。まあ、祝福の方がちょっと万能かなとは思うんですが、まあ、こっちの身分もね、まあ、似たような効果を発動すると消えてしまうようなタイプになります。そして、同時に4ターンの間、その味方4名を死直、生後状態にさせると。まあ、これ過去に出てきたものなんですが、神髄共鳴スキルに似ている生後スキルですね。生後バフかなになりますね。で、何を防ぐというか、何のステータスでどのダメージを減少させてくれるかというと、こちらですね。自身の筋力値によって敵の筋力ダメージを減少になります。なので、まあ、筋力ダメージ減少の、まあ、神髄共鳴スキル的なものが、まあ、生後バフでかけられますよという、ことになっております。ただ、固定値なので、まあ、そこまで期待はできませんねという形、ですね。ということで、まあ、スキル1は攻撃ではなく、まあ、バフですね。整合バフ。で、デバフ解除ですね。まあ、あと、プラス、死直、整合がついていますという形になります。まあ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 、デバフ状態と罪悪状態だけでもね、解除できるので、まあ、非常に有能ではありますよね。で、ミムも、まあ、ダメージの減少分の、まあ、条件はあるものの、減少分の 60% の HP 回復するんで、悪くはないですね。で、一応、気持ちの火力アップもついてますし、まあ、ここは副賞選びますけど、ついてますし、で、さらにね、死直という聖護、ついていますんで、まあ、神髄共鳴スキルを固定値のやつを軽くつけられるっていう、味方にね、味方4名につけられるっていうか、形になるんで、まあ、なかなか、サポートとしても面白い性能してるんじゃないかなと思います。そしてですね、スキル2番目。優先的に残り HP パーセンテージが最も高い敵を6回攻撃し、毎回 600% の砲術ダメージを与え、
さらに自身1力値かける12のダメージが加算される。まあ、これ防御無視ですね。そして回心攻撃可能です。毎回攻撃後、残り HP パーセンテージが最も低い味方の異常状態を1つ解除。優先的に罪悪状態を解除。まあ、これはどちらもってことですね。解除し、そのダメージ 30% の HP を回復させる。味方がミム状態の場合、回復量が倍になると。ということで、まあ、やっとここで攻撃できるんですが、優先的に HP サーチで残り HP パーセンテージが最も高い敵を6回攻撃する、6連撃攻撃になります。毎回 600% の砲術ダメージということで、まあ、砲術ダメージなんでダメージは通りやすいですね。そしてさらに自身知力値 ×12 のダメージが加算されると、まあ、これかなりのダメージ出ると思います。×12 ですからね、20万あれば240万はもうベースでダメージ与えられる。で、さらにそこから 600% の、ね、倍率、上に乗ってくるってなれば結構ダメージ出ると思います。そして知力値の ×12 のダメージに関しては防御無視で回心攻撃可能です。毎回攻撃後、残り HP パーセンテージが最も低い味方の異常状態。まあ、異常状態っていうのがデバフ状態と罪悪状態ですね。を一つ解除。で、優先的に罪悪状態の方を解除してくれます。そしてそのダメージの 30% の HP も回復してくれますということですね。で、味方がミム状態の場合、回復量が倍になりますということで、まあ、なかなか面白いのが、毎回攻撃後、残り HP パーセンテージが最も低い味方の異常状態を一つ解除なんですよ。だから毎回の攻撃についているっていうところが面白いなと。で、しかも6回連撃攻撃ですからね。まあ、この6回連撃中ずっとですね、1回殴れば、攻撃後 HP サーチして HP パーセンテージが最も低い味方の異常状態解除しながらそのダメージの 30% の HP を回復させると。でしかもね、知力かける12っていう高い防御無視ダメージがありますんで、まあ、軽減されなければ、まあ、ここで非常に高いダメージベースにして、で 600% の砲術ダメージも乗るんで、まあ、かなり回復できるんじゃないかなと。 30% とはいえね。で HP を回復させるとまたターゲットが変わってるかもしれませんと。もし変わったらまた別の子の異常状態解除しながら回復させるっていうことができるので、なかなか面白いスキルにしてるんじゃないかなと思いますね。まあ、あとは、ね、このミム状態がね消えてなければ、回復量も倍にさせることができるので、まあ、結構 HP 回復するチャンスあるんじゃないかなと思うスキルにですね。で、しかも防御力、パッシブ持ってて、体力値もかなり高い数値でもらっているんで、まあ、防御面もなんとなく、大丈夫そうに見えます。ただちょっと、神髄共鳴スキルの方が、ね、うまく、組み合わさってないので、知力ダメージ減少と筋力ダメージ減少で、筋力ダメージの方が固定値ってなっているんで、まあ、ちょっと、ね、防御に不安は残ってしまうかなってところにはなるんですが、まあ、一応防御力、高い体力値のパッシブありますんで、まあ、なんとか耐えてほしいなと。あとはミム状態もありますからね。ミム整合もあるんで、まあ、ここも合わせてなんとか耐えて、このスキル2の回復スキルにつなげてほしいなっていうところですね。まあ、ただ帽子なので、まあ、耐久性の低さはまあ仕方ないのかなと思ったりします。はい、ということで、いつもの評価やっていきましょう。まあ、なかなか面白いスキル構成はしてると思います。スキル2の回復も結構強力ですしね。うん、いいのかなと思いますね。タイプは、まあもちろん、サポートです。スキル1がやっぱ攻撃しないので、アタッカーを名乗るにはちょっと辛いかなっていうところですね。まあ、火力も、まあ、知力値 ×12 がね、スキル2についているんですけど、まあ、ここだけを期待してアタッカーと名乗るわけには、ちょっと微妙なので、まあ、だったらサポート、スキル1のサポートかなっていう気がしますね。で、戦場戦役、ボスに関しては、やっぱ攻撃力が上がるバフを使わないと、サポートとしては、まあ、ちょっと失格かなというところですので、ここで適性を得ようと思うのであれば。なので、まあ、今回、あやめに関しては、まあ、どうしても、うん、火力アップにつながるところが物理回心ダメージと砲術回心ダメージだけになっているので、もうここはかなり副将を選びますよね。必ず回心ダメージが出せるような、副将じゃないといけないっていうところと、やっぱり攻撃力自体を上げるバフの方が、まあ、非常に万能なので、やっぱそっち優先されてしまいますよね。うん、なので、まあ、どうしてもレベルに関するところはちょっと苦手なのかなという感じになります。で、ボスの方も、まあ、一応スキル2で、攻撃もこの子できるんで、一応 3600% に知力値の ×12 ダメージは与えられはしますけど、
まあ基本的には攻撃力上げるようなバフではないですし、一応ね、まあクリティカルのダメージは上げられますけど、それも 20% ってそこまで高い数値ではないので、まあそう考えると、まあ対ボスもそこまで向かないのかなって気がしますね。まあやっぱどっちかっていうと、回復とか、まあダメージ減少分の HP 回復ですよね。まあその辺を扱うこの子はやっぱり対人で役立ってくるのかなと思いますね。まあ回復量も、まあ見た感じかなりしそうですし、スキル1の身分もね、うん、そこまで悪そうな生後には見えないので、まあ減少分の 60% ですもんね。まあ結構回復するんじゃないかなと。ただ、これダメージを受けた後のダメージの範囲が広すぎてですね、相手からの攻撃ダメージじゃなくて、まあこっちからの反射とかでもうっかり回復してしまいそうな気がするので、大きい反射ならいいんですけど、これ小さい反射で減少分 60% 回復して消えたとかなれば、これかなり残念になってきますからね。この辺どう作用するかっていうところ。ただデバフ状態と罪悪状態が解除できるのも非常に大きいですし、死直もね、まあ味方に配れるってなれば、まあそれなり、まあ固定値ですけど、固定値の真髄共鳴スキルですけど、まあ、配られるってなれば、まあいい方に転がるだろうし、でスキルにもね、異常状態、毎回攻撃後、異常状態解除一つできるので、まあそう考えると、まあ別にミムがなかったとしても、デバフ状態解除に関しては、まあ非常に優秀じゃないかなと思います。まあ、あとは、そうだな。まあ、お城の攻めとかで使うのは、やっぱサポートは今は難しいところですよね。で、あとは防衛もできませんよ。というところで、やっぱ闘技場メインで、お仕事をすることになるんじゃないかなと思います。そして短期特化度。短期特化度は C ですね。武将であるかどうか、武将ではありません。防止ですね。戦場戦役適性あるかどうか、適性はありません。やっぱ攻撃力を上げるバフの方が、ちょっと万能で使いやすいかなといったところ。ボスも同じですね。適性はありませんよと。そしてコスパ面どうかってなるんですが、まあ、UR1000 のあやめに関しては今やっと行われているイベントで、まあ、無料で手に入れることができるんですが、この MR アバに関しては、まあ、どうしてもガチャを回さなければいけないというところで、まあ、コスパ面は非常に悪くなっております。どうしてもね、花嫁衣装と MR アバに関してはコスパが悪くなってしまっていますんで、まあ、UR1000 がまあ一応無料で手に入るってところを差し引けばトントンぐらいにはなるのかなとは思いますが、やっぱアバはそこまでコスパは良くないですね。で、総合すると短期特化度は、まあサポートっていうタイプも含め C かなと思います。やっぱサポートを短期特化するのは効率良くないので、まあそこ残念ですねっていうところですね。はい、ということで、今回はあやめの MR アバですよね。の評価やらせていただきました。まあ、せっかくね、ミム聖護っていうちょっと面白そうな、聖護バフですよね。を扱うんですが、まあ、これもね、自身の残り HP が 50% より低い場合ですね。で、発動して、減少分の 60% の HP を回復するって面白いんですが、すべてのダメージを受けた後なので、まあ、相手の大きい攻撃を受けた時とかだったらいいけど、ちっちゃいダメージの反射とかを受けてしまった場合、もう発動してしまうのでっていうところで、まあ、なかなかね、いい時と悪い時はっきりするバフかなと思いました。はい、ということで、チャンネルの登録、ツイッターのフォローなど、ぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつデフ。